武器を持っておくだまするな怪人が愛知天皇派爆雷飛行陣祭神が全て殺す他のはおとなしく眠ってくれ結構やるな負けるか負け今がゴジラ終われない終われない甘く行くぞミクリオ何こっちだちょっこら続けていくぞこれでどうぞおとなしく眠ってくれ僕も待ってられないごめんはケチ畳みかけろ無へと来た爆炎剣続けていくぞ死を特別炎よ燃え上がれ大丈夫かみんな無理は浄化完了ってな行くぞミクリオシンクス武器の火は続けていくぜさあ炎月輪操作者集まれ氷次の火は戦狼が氷月まだいるぞ熱気を癒し今しめを解け戦狼派戦狼派戦狼派狙う敵合わせてあそこだ決めてみせる負けおとなしく眠ってくれせい心と気をかけろ全て出し浄化完了ってな行くぞミクリオ水力だ続けていくぞ気を受け熱波扇風陣よしやっこれ何水車の消し何何どぶね旬まだいるぞ氷を旬人間決めみんな大丈夫か武器を取れみんなそこだ足気を下す足気を下すそうか、まだいるぞおとなしく眠ってくれぜりゃー大丈夫か、みんな我が道を作れ拡散せよ決めてみせ、決めてみせるみんな、大丈夫か
おとなしく眠ってくれ。うまくいっている時こそ慎重に。お前が新たな同志が現れていたとはな。恐ろしいか。死の予感甘美であろうな。
眩いばかりに向くよな。お前は誰よりも良い色に染まりそうだ。我が名はヘルダルフ。若き同志よ、生き延びてみせられるか。一体何なんだ、ミクリオ。おい、ライラ、エドナ、ミクリオ。いつの間に。おやすめいま、おやすめいま。助けてくれたのか。ミクリオ。あの獅子の男、一体何をしたんだ。とにかくここを離れなきゃ。Thank you.
目が覚めた。君が暗殺団の頭領だったんだな。びっくりした。うん、まあね。名前なんて呼べばいい？ロゼでいいよ。ねえスレイ、なんでほっとかなかったの？目の前で倒れてたら助けるでしょ。それが暗殺ギルドの人間でも？それじゃあロゼはどうして俺を助けてくれたんだ？暗殺ギルドの人間なのに。わかんない。助けてよかったのかこれから判断する。いい人なのは確かなんだよね。え？スレイ、誰かが見てる。あ、ねえ、北に向かって。そこに私たちが隠れ家にしてる遺跡があるんだ。え、でも追っ手にバレちゃってもいいの？大丈夫大丈夫。っていうかもう下ろすよ。このまま行こう。その方が油断させられるし。チェー、棟梁。こいつ例の同志。話は後。追っ手を誘い込んだんだ。まずはその始末が先。おい、待った。本当に追手を殺すのか。相手次第かな。なんか嫌なんだ、ロゼみたいな子が人を殺すの。あ、君たちが。ハイザン兵狩りの相手を間違えたな。見ての通り、私らは軍人じゃない。もう行って。ハイザン兵狩りなんてもうやめときな。いたたまれないよ。ローランスも何を血迷ったのか。ローランスの上層部は何考えてんだろう。ハイランドは姫が抑えていたというのにローランスが突然開戦か。さすがに予想できん。おかげであんな子供まで野党まがいの真似をしなきゃいけないけど、またくましく生きてる。何その顔。いや、僕ら暗殺ギルドやってっけど誰彼構わず殺してるわけじゃないよ。殺さなければならない者以外は殺さないさ。じゃあ俺は。少なくとも闇討ちみたいな真似はしないけど、スレイ、同志がやっぱり人を迷わせる邪悪な存在でしかないなら躊躇なくやる。忘れんなよ。もう遅いぞ。助けたこと後悔しても。だがどうやって見極める、棟梁。
それなのよ。ごめん、なんかおかしくて。さあ、隠れ家はこっち。しばらく休めるよ。俺たちは他に追っ手がいないか、あたりを見てくる。サンキュー、任せた。醍醐の匂いがする。久しぶりだな、お嬢。そっちのは今話題の同志か？スレイって言います。なぜ同志って分かったんですか？お嬢が戦場で張ってたって聞いてたからな。勘さ。この人はメイビン。ギルドの一員じゃないけど恩人なんだ。今時珍しい探検家よ。へえ。気ままに旅してこれの足跡を追うのが気に入ってるってだけだ。天意見聞録。お嬢、戦争が始まったと聞いて気になってたんだが、問題なさそうか？このアジトはもう捨てる。依頼もしばらく様子を見た方が良さそう。もしかして俺のせい？同志が暗殺ギルドの心配か？変わったやつだな。そうなのよ。さて、俺はもう行くとするか。え？もう？あんまりのんびりしてるなよ、お嬢。同志の出現、戦争勃発、これから時代が大きく動くぞ。うん、わかってる。スレイ、せっかくここに来たんだ。奥にある遺跡の謎を解明してみせな。え、どういうこと？ここは天意見聞録に載ってない。他にもいくつかそんな遺跡や伝承がある。そんなに発見が困難なわけじゃないのにだ。なんか裏があると思わねえか？自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見える。上出来だ。スレイ、また会おうぜ。お嬢もな。うん、また。じゃあね、おじさん。さ、中に入って。適当に奥のベッド使って。ありがとう、ロゼ。勝手にどっか行くなよ。まだ安全かどうか分かんないんだし。
今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。スレイのやつ、もうちょっと警戒するもんだろ。仲間外れが寂しいのね。声が届かないのって本当にもどかしいですわね。みんな、スレイ、元に戻ったのか。本当よかったですわ。いなくなったのかと、すげえ焦った。ヘルダルフとかいう獅子の顔の男、あの時一体何をしたんだ。考えたことない？二つの領域が重なったら、どちらの加護が強く影響するか。どういうこと？スレイさんの同志としての領域が、かの者のそれに打ち負けたのです。そのせいでスレイの霊能力が一時的に麻痺したってわけか。しょうがないわ。ドラゴンよりも強く、汚れた領域を持っているんだもの。ヘルダルフ。あいつが、サイカの剣士なのか。まず間違いないでしょう。あれほどの汚れをまとう者は、他にないと思いますわ。じゃあ、あいつがあれほどの汚れと力を持ったのは、何か理由があるってわけか。当然だろうな。あんなのが自然に生まれてたまるか。それを知り、スレイさんが答えを持って、かの者に挑まなければ。スレイさん？何ブツブツ言ってるの？ああ、ここに仲間がいるんだ。は？天族なんだけど。そういうの笑えないよ。ライラ、彼女ならあれで声が聞こえるんじゃない？そうですわね。やってみましょう。何？耳を澄まして、ロゼ。ロゼさん、聞こえ？ロゼ！ロゼさん、落ち着いて。聞こえない！
ローゼ、聞いて。タブーに触れちゃったね、どうしたの？棟梁、そっち系点でダメだから。そうですか。どうし、楽にしててくれ。何かあったら呼ぶけど、しばらくここにいてもらうよ。君への対応が決まるまでね。デゼル、いろいろ聞きたいことがあるんだ。奇遇だな。俺も聞きたいことがある。天族の力をまとって戦う、あの力は何だ？カムイのことか。カムイ、そうか。あれが、俺もあの力を得られるのか？カムイは同志と天族が一体となって行使するものです。お互いが力を合わせるんだ。手に入れるって類のものじゃないよ。面倒な力だ。確かに強い。全く意図がつかめない。何なんだ？品定めさ。俺の目的につながってるかどうか。もう一つ答える。あの娘ロゼ、カムイの力を発現できると思うか？彼女なら可能かもしれません。それほどの素質を秘めていると思います。そうか。けど今のままじゃ一生無理ね。どんなに素質があってもあの子は天族を拒絶してるもの。誰のせいかしらね。結局こっちの話は聞く耳なしか。風の天族はよくわからないのばかりだ。カムイの力を求める天族か。スレイさん、どちらへ？戦場に戻ってみようかと思うんだ。何を言ってるんだ。また霊能力は遮断されるかもしれないのよ。けど手をこまねいてるわけにもいかない。とにかく何か掴まないと。僕は反対だ。無謀すぎる。最下の剣士は同志が何とかしないといけない。だから行かなきゃいけない。そうだろライラ。いいえ、焦らないでスレイさん。あなたが自分を見失ったらどうなるか話したはずよね。同志が汚れてしまったら世界はさらなる最悪に見舞われる。そうです。忘れないでください。確かにやってみなきゃわからないこともある。だけど今はその時じゃないと思うね。僕は。はい、今スレイさんに必要なのは休息ですわ。僕に提案がある。奥の遺跡を探索に行かないか。あのメイビンとかいう男の言葉も興味深い。遺跡探検か。名案ですわ。そうしましょう、スレイさん。そういうことらしいけど。よし、久々にがっつりやるか。あ元気が出てきました。休息を取るんじゃなかったのかしら。同志としてのね。じゃあ早速行ってみよう。
何よりもまずはこの扉だな。それ全然開け方わかんないんだよね。どうでもいいから放っておいたんだけど。開きそう？どうかな。ちゃんと調べてみないと。そう。何？別に。ただの投資観察。気にせず続けて。入り口自体は閉じてる遺跡か。やはり閉じられてる意味があるんだろう。けど封印の類じゃないな。鍵穴すらないし。つれ、久々に勝負といかないか。いいよ、絶対俺が先に開け方見つけてやる。負け越してるのを忘れてるようだな。子だよ、ほんと。やば、ライラたちと話してるとまたパンチされちゃいそうだ。何？あの時のスレイさんとロゼさん、ほんとおかしかったですわ。一言だと思って。面倒ね。打ち破っていい？バカな！貴重な遺跡を破壊するなんて。扉の奥どうなってるんだろうね。あ、ロゼも遺跡に興味あるんだ。全然。今私が興味あるのはスレイだって。そう。
ちくたびれたわ。なるほど、さっきのが扉の回転を邪魔してたってわけか。へへ、今回は俺の勝ちだな。どうやらね。さてと、ロゼも行くのか。うん、スレイが行くのならね。ロゼ、遺跡の中には人にとって魔物と言えるほど手強い獣がいることがあるんだ。そんな奴らを俺はヒョウマって呼んでる。ほうほう、聞いてる？ヒョウマ、めちゃ強の獣でしょ。聞いてる聞いてる。危ないかもしれないんだって。スレイが大丈夫なら私も大丈夫。知ってるでしょ、私の実力。いい退屈しのぎができそう。なあ、俺も行く。お前たちに余計な手間はかけさせん。けどデゼルはヒョウマを浄化できないじゃないか。はあ、いざとなれば助けてやればいいさ。ですね、せっかくの遺跡探検です。楽しみましょう。奇妙なバカンスになりそうね。それほど汚れは感じませんね。うん、いい探検になり理想じゃないか。何これ、レバー。ロゼ待った、遺跡の仕掛けを不用意に触った。穴もない。あらら、あららじゃないだろう。いや、でも結局作動させたっしょ。行き止まりだったし。うん、読まれてるよスレイ。あれ、戻んないや。どうすんだよこれ。奥開いたし、ちょっと見てくる。そこ動かないで。動けないんだよ。怒んなって。参ったな。ダメだ、内側からはどうしようもない。ロゼを信じて待とう。ロゼさんを私たちの旅に誘いませんか。な、何突然。僕も同意だ。スレイのいい仲間になると思う。ミクリオまで。ジージが言ってた、同じものを見て聞くことのできる真の仲間だよ。
真の仲間か。いいんじゃない。ロゼさんの霊能力はスレイさんと比肩するほどのものです。アリーシェさんの時のように重視の代償でお互い苦しむこともないと思いますわ。それに人間がスレイだけだと時々面倒なのも分かったし。けど同志の宿命に巻き込むわけにはいかない。やっぱり君が気にするのはそこなんだな。スレイさん、ここまでの旅は辛いことばかりでしたか。ううん、楽しいこともいっぱいあった。同志の使命に飲み込まれる程度か。僕たちの夢は違うよな。言いたいこと分かったよね。うん、何でも抱え込むなだね。スレイさんの責任感嬉しく思いますわ。ですがスレイさんにはスレイさんの歩き方があるはずです。無理して走っても途中で倒れるだけ。俺に合ったやり方を見つけ出さなきゃってことだな。そのためにも仲間が多いのは心強いだろ。そうだな。決めるのはあの子だけどね。まずは話して私たちのこと理解してもらわないと。いきなりの難関。いずれにせよ戻ってくるのを待つしかないね。大丈夫でしょうか。心配ですね。信じて待つしかないよ。お？何ですの？あっ！ヒョウマです。とにかく戦う準備を。はっ！まさかロゼが何か仕掛けを。まったく、なんだトラブルメーカー。キュルッ。行きますよ、行きますよ。天狼派。あれ、ダメだった。何してんの。ヒョウマが。その大地ぼこりが。なんかよくわかんないけど。気にしないで他を当たって。了解了解。新規解放ラッセン一点で逆切り。おゆる攻撃。あとは天狼、あとは決闘。まだ騒いでる。やっぱりなんかあるの。なあ、もう。じゃあ今お化けと戦ってるの。はい、気にしないことにしました。ハグは炎弾ホフイサル。新規解放ラストリー。新規解放ラストリー。電車新規解放ラストリー。ホフイサル紅の障壁。新規解放ラストリー。構え。や。引き。焼き付けて。塩分。占いをしましょう。紙を一枚選んでください。じゃあこれ。ミクリオさんとエドナさんの運気が上昇しますね。俺関係ないの？はあ。驚きましたわ。なんか嫌な予感がするんだけど。珍しく気が合うわね。私もよ。大丈夫だよ、多分。遅いわね。私も行けばよかった。なんか落とした。したわ。煙だ。ほんと大変ね。なんか他人事なんですけど。ええ、煙で困るのは人間のスレイだけよ。頑張って。エドナ、冗談を言ってる場合じゃないよ。ひとまず体勢を整えましょう。しょうがない。スレイ、大丈夫なの。ロゼ、近づいちゃダメだ。俺は大丈夫だから他を見てみて。ごめん、なんかさすがに反省。大丈夫だって。
う大丈夫みたいね。うん、なんだか楽しそうね。うん、なんかこういうの久しぶりだなって感じるよ。そう、その感じを大事にすることね。まさかじっとしていることになるとはね。昔を思い出して楽しいよ。これも遺跡探検の醍醐味だよな。僕は閉じ込められたことなんてほとんどないけど。俺が仕掛けを解除してやったこともあるだろう。ごくごく稀にね。それにしても変わった遺跡だな。閉鎖された覗き窓だ。そして外からの操作で部屋の仕掛けが作動するのか。そうか、実験場だ。ここが実験のためのものなら中からは開かないだろう。完全にロゼ任せだね。でも何の実験をしていたのかは調べられるよ。脱出できるかどうかわからないってのに君は本当にお気楽だな。うっせえ。開きましたわ。この感じ、領域。かなり強力な存在だぞ。しかもこの汚れ、妖魔だな。ロゼの声だ、急ごう。おやつ作り完了だ。なになになに、そんな、ドラゴニュート、やばいやつなのか。ドラゴンの幼体の一つですわ。危険な氷魔ってことか。もうやだ。そろそろ限界みたい。行くぞみんな。おい氷魔、お前の相手はこっちだ。スレイ、どうし、叶わないようなら逃げましょう。ああ、とにかくロゼたちが逃げられる時間さえ稼げれば。ロゼ逃げろ。逃げよ、絡み合う騒動なる水中逃げ。天狼派最新がアクラスターベットフェア焼き払う自由レンガ弾。上とキツベス、私たちの持つ属性では効果が見込めません。どうするの、くたびれるのは嫌い。分かってるんだけど。ロゼ何やってんだ、逃げろって言ったじゃないか。けどさ、私のせいでしょ、そんなになってるの。気にしてないから。スレイ、僕抜きでしばらく耐えてくれ。え、ロゼ、関心にも今度は耳を傾けてるね。ロゼ、怖がってもいい、そのまま我慢して聞いてほしい。スレイはあんなやつだ。幼馴染の僕でも見ててハラハラする。僕たち天族は確かにスレイの仲間だ。だけどスレイと同じものを見たり聞いたりできてるのか正直わからない。スレイだけが人間だから。そう、スレイには本当の意味で同志の宿命を共感できる人間の仲間がいないんだ。私にスレイの仲間になってほしいんだ。決めるのは君だけどね。ねえ、名前なんて。ミクリオ、来てくれ。はいはい、ミクリオ。ももえ、わっ、ショー。
ミクリオ。見えたけど、やっぱここさ、さすがにひどいんじゃないか。これは勘弁して、やってやるから。スレイ、ミクリオ、それとあ、何、何なんだ。私も戦う。彼女は決心したようだ。もちろん彼女の意思でね。ありがとう。ライラ、時間を稼ぐ。その間に重視の契約を。ですが、スレイさんにマナをつけてもらわないと。ウィクエクウィク。え、それがロゼに与えるマナ。わかりましたわ。シンクス、無理に突っ込むな。もう少しの辛抱だ。なあ、とにかく時間を稼ぐ。こっちだ。巻き上がれ。せーの、術に弱い。青の術で締めよう。かけろ。完成結集。全開放、一斉クア、爽快の発電、早急の十二連、早急一点、青の四連、爽快の発電、早急の十二連、青の四連、爽快の発電、無駄だ、装填劣戦、アローレイン、マイチレ、全開放、一斉クア、追放三回、バブルアロー。水砲3回、バブルアロー、させるか、立ち位置3回、押し落ち行け、分けじて貫き叩けろ、かけろ、貫き叩けろ、五元解放、一斉行くわ、マイチレ、かけろ、マイチレ、すべてを貫け、青の4連、マイチレ、すべてを貫け、どうした？テゼルがライラの陪審に。何？お待たせしました。ライラ、ロゼ、なんかめっちゃやれそう。よし、一気に決めるぞ。同志、遊びはもう終わりだ。俺のカムリを発言させろ。デゼル、お前なんで。終わったらちゃんと説明してくれよ。行くぞ。カムリ、これが実戦で、実戦ですよ。なぜか、なんですと。翼を切り刻む。強力一点だ。まだ火は立てる前に。バーン、セレモン召喚、ウィルクリバー、ユーノス、翼を切り刻む。いきますよ、金のレッド、ユーノス、翼を切り刻む。最初に行くぞ。風のほっ、体を切り出す、集中切らす、風のほっ、天の特徴、天族。うまくいったな、ロゼ。ロゼ、おい、しっかりしろ。ロゼだと思った？私よ。ちょっ、ざっけんなてめえ。よっぽどこの子にご執心なのね。何のつもりだ。あら、
あなたが陪審になったわけがスレイたちにわかりやすく伝わったと思うけれど。どうし、俺は。わかったよ、デゼル。聞け。デゼルさんはカムイの力で成したいことがあるそうですわ。そうだ。そのためにお前たちを利用させてもらう。何をしようって言うんだ。復讐だ。俺の友を殺し、風の傭兵団に濡れ衣を着せ、犯罪者へと落とし、暗殺ギルドとしてしか生きていけなくした兵馬への名。なんだ、それなら歓迎するよ。その兵馬を沈めればいいんだな。それだと救うだけだ。俺の目的は復讐だと言ったろ。殺そうって言うのか。ライラ、なぜこんな奴を陪審に招き入れたんだ。こんな方だからですわ。復讐に取り憑かれたデゼルさんがこれまで兵馬にならずに済んだのは、汚れない器があったからこそです。ロゼか。そうか、ロゼが僕たちと共に来るのなら、デゼルは汚れなき器を失い、いずれ復讐心が汚れと結びつき兵馬と化す。復讐の相手と同じ兵馬になるなんざ、死んでもごめんだからな。お前らが招いた結果だけど、あなたの望んだ結果でもあるんじゃないかしら。ふん、否定はしない。カムイの力がどんなものか好みで理解できたからな。事情は分かった。一緒に行く以上勝手な振る舞いはさせないぞ。ちゃんと協力はする。俺も天族の端くれだ。同志の活動に異論があるはずはないだろ。確かに、そういえば、そっか。ロゼには俺の話は黙っていてもらおう。その娘は自分の意志と力でこれまで生き抜いてきたと思っている。俺が後ろで何を狙って何をしてきたかな、知る必要はないからな。デゼルさん、これでみんな友達ね。その娘で遊ぶな。ちゃんと見てやる。大丈夫よ、怖くて気絶してただけだから。あなたが床に叩きつけたことの方が効いてると思うわ。ロゼさんが目覚めるまでここで休憩しましょうか。こちらの天族の方もまだ意識を戻しませんし。そうしよう。デゼルさんのことが気がかりですの。うん、まあね。デゼルが兵馬を殺そうとするのなら、なんとか止めたいから。いざとなれば、私が主審としての権限で陪審である彼を拘束しますわ。そんなことができるんだ。ですが、そうしなくて済むのが一番です。主審と陪審とは言いますが、それ以前に仲間でありたいですから。ライラ、デゼルさんも同志であるスレイさんと旅をすれば、復讐よりもやりたいことが見つかるかもしれません。彼も天族なんですもの。言っておくことがあるわ。何？あのロゼって子だけど、簡単に力が通りすぎる。気絶している間に勝手にカムイを発言して体を操れるほどね。どういうこと？天族の力に馴染みすぎているのよ。おそらくデゼルが長い間いびつに干渉し続けた結果ね。彼はこれまで何度も意識のないロゼを操ってたんじゃないかしら。そうでないとあの力の通り方に説明がつかないわ。デゼルは復讐のためにロゼを利用し続けてきたってことか。そして彼の望む通り、ロゼはカムイも発言させたわ。意識を奪えば自由に操ることができる。理想の器に仕上がったってことよ。覚えておくことね。わかった。
ずいぶん大所帯になったな。うん、ロゼもデゼルも面白いやつだ。ロゼはともかく、デゼルがそれを聞いたら猛然と反論するだろうね。想像できるな。俺、この遺跡探検で改めて自分が気負ってたんだって分かった。サンキュー、ミクリオ。僕は心配なんてしてないよ。何か用か？あ、うん、そう言われたら何もないけど。けどなんだ？俺さ、ロゼとデゼルってなんか好きなんだ。あ？何を言ってる？人と天族が一緒に旅してるのなんて俺たちだけだと思ってたからさ。以前は珍しいものでもなかった。人は俺たちが見えなくても、声が聞こえなくても、そこにいることを感じ、共に笑い共に泣けた。風の骨のみんなはそうじゃないのか？そうだ。だから俺はデゼル。言っておく、邪魔だけは許さん。たとえお前がどうしてあったとしてもだ。目が覚めたようだね。それは助かった。礼を言うぞ、同志殿。天族の腹からよ。スレイです。ライラにエドナ、デゼルにミクリオ。あっちで寝てるのがワンコが喋ってる。ロゼ、目が覚めたんだ。うん、わしはお石だ。こう見えてもれきとした天族だぞ。へえ、まさに天族の神秘って感じ。よろしくな。よろしく。私はロゼ。もう慣れたみたい。さあ戻りましょうか。ロゼさんも目覚めたことですし。そういうわけでもないようだ。怖い？叫ぶ？パンチ？遊んでるんじゃない。戻るんだろうか。うん。ちょい待ち、まだ何も見つけてない。でこの遺跡にはまだ先がある。つまりやることは一つ。そう、進もう。確かに遺跡探検はまだ終わってないからな。まだバカンスは終わらないようね。では奥に進みましょう。さ、スレイさん。ありがとう、みんな。じゃあお石さん、俺たちもうちょっと遺跡調べます。面白い同士一行だの。気をつけてな。じゃあね、ワンコ天族さん。どうなったんだろうな、戦争の結果。さあね、ローランス軍が崩れたのまでは確認したけど、直後にハイランドも将を失い撤退した。勝敗は引き分けといったところだな。あんたもあそこにいたんだ。戦場を見るのが趣味でな。うーん、俺がやったことがそのまま結果に結びついたわけか。ライラの言った通りだな。アリーシャやルーカスは大丈夫かも。ルーカスは平気だろう。アリーシャのことはハイランドを信じるしかないね。だよな。とにかく僕らにできるだけのことはやったさ。だよな。そういえば別れたんだ、アリーシャ姫と。うん、マリンドで。アリーシャにはアリーシャの夢があるからね。もしかして私って後かも。そういうつもりはないよ。変な聞き方してごめん。気にしなくていいよ。一緒に行くって自分で決めたんだからさ。逆にお姫様の役を求められても困る。それは分かってる。分かってるのはいいけど、即答は失礼じゃない？